c p グループとは、諏訪島出身の長州系大臣、サケが基礎を作ったコングロマリットである。タイで最大のコングロマリットと言われ、農業分野や食料品の分野を中核事業として、通信、不動産分野にも精力的に進出し、全部で8つの分野で事業を展開している。国際的には、アセアン各国や中国などを中心に世界13カ国に進出し、 ロンドン証券取引所上場企業となっている。特に中国へは積極的に進出しており、盛大集団として知られ、中国最大の外資系企業である。タイの企業は中国への進出に消極的と一般に言われているが、その中で積極的に中国本土へ投資しており、珍しい存在だとされている。c p グループの c p とは、 グループ名であるチャルーンポーカパンの頭文字である。中国語においては、口述するようにグループにあった、園芸店舗名である、盛大創業に由来する盛大集団の名称が使われている。これをもとに、日本では、チア対グループと書いて、c p グループとを指すことがあるが、チア対グループとは、c p グループの一企業を指す言葉であり、対、中国に存在する、 CP グループ全体を指す言葉としては不適切である。また CP ポーカパンと表記するメディアなどもあるが CP の P がポーカパンの略でありポーカーパンが二度繰り返されることになるため正しくない。他にセブンイレブンで販売されているプライベートブランドセブンプレミアムの中に同グループが製造した原料を使用したものがありかつてはリメに タイ国の CPF 社の原料を使用しています。との明記がされていたが、2016年現在は、チャルンポカパンフーズに修正されている。スワ島出身の長州人で1921年に、タイに渡航した、シャオサム初とその後を追ってきた弟の社商費による、園芸店、盛大創業が前身となっている。その後、駅発の長男である、 チャランが盛大創業から通りを挟んで向かいに、家畜飼料の販売店、チャルンポーカパンを1953年に開店し、1959年にチャルンポーカパン株式会社を設立した。その後 CP は、養鶏業を展開し、現在まで CP グループの中核となるアグリビジネスの基礎を築くことになる。1968年には、駅発の死に伴い、 4男の他人が会長となり、経営を掌握。他人以降 CP は設備の近代化、同族だけでなく、外部から人材を導入するなどの近代化路線を走ることになる。1971年には、世界最大のブロイラーの原種生産会社、アーバーエーカー社と合弁で、タイに東南アジア発のブロイラー工場を設立した。また、これだけでは、 供給が追いつかなかったため、業績拡大策として、農家に対して、CP が成長したヒナをすべて買い取るという契約のもと、ヒナや飼料など一式を農家に預けるという委託生産を開始した。一方で、ブラックタイガーエビの品種改良などを行い、水産業にも進出。エビの飼料の研究を行い、タイをエビ飼料生産公世界一にのし上げた。 その後、他人によって CP は多くの分野に進出することになるが、このグループ拡大には外貨だけの債務を多数利用しており、アジア通貨危機によって1億ドルの変動利負債の負債を抱えた。これにより、債権者に対して1998年に返済期限の延期を申し込んだ。また、外国の事業も大幅に業績を悪化させ、タイ国内の購買力の低下に伴い、 小売業が経営難に陥った。また一時期は各部門で小売業に積極的に進出したが、アジア経済危機以降は小売業から撤退する傾向を見せた。一方でビジネス業界でにわかに活発化している通信産業の分野では中核事業離れが激しい。盛大創業、いわゆる地値が前進となっている中核事業である。 日本との関連では、明治乳業と合弁で設立した CP 明治などがあり、国内の乳業大手となっている、液発工業集団有限講師台湾国の盛大ビルに本社を持つ、中国の39企業集団は参加である。ロート製薬と提携関係にあった、中国秘策生物工程有限講師も、会社発足時はこの企業からの出資で発足した。冒険では、 ネットドラゴンウェブソフト社がある。1953年設立のチャルンポーカパン、商店が前身となっている食品販売分野、グループ内の売上げの3分の1を占めるとされる。タイで生産された食料品の輸出を専門としており、他にも農業部門でのノウハウを活かした中国、トルコなどでの養鶏産業を行っている。元々は12社に分かれていたが、 アジア通貨危機以降を経て1998年に経営統合され CP フィードミルとなり、後に CP フードとなった CPF の故障が一般的。日本においても CPF ジャパン株式会社が2004年に設立されている。2007年夏、食肉加工業の米久氏との合弁で CP、米久氏がタイに設立された CP の中核事業を生かした。 外食産業部門である。チェスターグリル、ケンタッキーフライドチキン、ピザハット等を経営している。CPK 企業テスコロータスの店舗、ディスカウントショップとして、サイアムマクロを1988年に設立。同年にサウスランドコーポレーションから、フランチャイズ券を買収し、CP711 を設立。また1990年には、日本の声優と語弁で、 スーパーマーケットのサニーズを設立。アメリカからハイパーマーケットの概念を導入し、ロータススーパーセンターを設立した。しかし、アジア通貨危機以降、大国内の購買力が低下し、小売業を撤退する傾向を見せ、サニーズはフードライオンのオーナーである、ベルギー資本のデレーズル・リオンに売却された。また、1998年には、 ロータススーパーセンターの株のうち36.75%が127億バーツでイギリスのテスコに売却された。一方で CP711 は中核事業である農業部門の援護などがあり、また小売業として注目を集め始めたため流通部門のドル箱となり経営規模を縮小することなくむしろ2000年以降の後継期によって大きく業績を伸ばした。 フォーチューンタワー、フォーチューンホテルなどを経営している。また、アライアンス CP 総合保険などの保険業も行っている。外国では中国に上海キングヒルなどを設立し、スーパーブランドモールなどを経営している。1988年に政府の指導の元石油産業に参入、CP ペトロケミカルビジネスグループを設立した。また、 堆積有効者や中国資本のシノペックと合弁で1994年にペトロアジアを設立し小売業に参入したがアジア通貨危機の影響で経営難に陥り1998年に小売業から撤退し店舗を PTT に売却した1989年に首都200万回線プロジェクトで落札に参入し通信産業に参入 ナイネックスの指導のもとに CP、テレコミュニケーションズを設立。1996年までにバンコクとその近辺に260万回線を施設した。一方で、日本の PHS をもとにバンコクとその近辺のみを対象とした簡易電話サービス、PCT サービスを開始した。1993年には有料のケーブルテレビサービスである。 ユニバーサルケーブルテレビジョンを開設した。しかし、アジア通貨危機を経て加入者に伸び悩み、タクシン率いる新コーポレーショングループ系列のインターナショナルブロードキャスティングコーポレーションと合併。最終的にユナイテッドブロードキャスティングコーポレーションとして再出発した。また、テレコムアジアは PCT サービス加入者が減ったためフランスのテレコムアジア参加のオレンジ社と合弁で、 TA オレンジを2003年に設立し、携帯電話事業に参入。2004年にトゥルーコーポレーションと名を変え、インターネット接続サービスを開業した。多国籍企業としての側面を持っており、外国資本との合弁事業や提携などの関係にある。一方で海外に積極的に進出しており、世界13カ国にその子会社を設置している。前述したように、 中国本土との関係が非常に深い。1969年以降、流通、石油、不動産、自動車、IT、ビールなどの産業に進出したが、アジア経済危機のため一時期中国に投資した資本をタイに引き上げる傾向が目立った。しかし、上海歩島新区に建設予定で放置されていたデパート、スーパーブランドモールが1999年に、 建設再開され、2002年に開店した。また、大国内の経済も安定してきたため、CP グループは中国に対する投資を活発化する傾向を見せている。2014年には伊藤中との業務資本提携を発表した。伊藤中が CP の子会社と日本政策投資銀行が設立した投資事業組合を引き受け先とする第三者割り当て増資を実施。 1024億円を調達する。CP と政党銀は伊藤中の株式の4.9%を取得する。伊藤中は CP のグループ会社の株式の25%を870億円で取得する。食料や化学品などの事業で協業し、アジア市場を開拓する。両社はタイや中国、ベトナムなどを中心としたアジア地域で、 飼料や畜産分野で事業を拡大する。当企業がタイの経済を長らく支えているという評価が出ている。一方で最近では批判も相次いでいる。特に2015年5月頃には富の独占と揶揄される国内最大手のコンビニエンスストアセブンイレブン不買運動が行われていた。これは現在タイのセブンイレブンが店内食事サービスを開始し、 周辺の食堂や屋台の客を奪う恐れがあるために大企業が庶民の稼ぎ口に手を出すな何から何まで c p グループがタイの富の独占をしていると市民の間で反発が拡散している。この他にセブンイレブンが続々と販売しているプライベートブランド製品も他社製品を排除して利益を独占しなおかつ規制の大手企業商品を真似ている疑惑があることも 不買運動につながった。ありがとうございます。